い、コーヒー入れます。今日はエメラルドマウンテンのシティローストを入れていきたいと思います。ハリオのステンレスフィルターを買ったんで、今日はこれで入れてみようと思います。ステンレスフィルターはすごく落ちるのが遅くて、慣れるまで時間がかかりそうです。
できました。エメラルドマウンテンのシティローストステンレスフィルターでドリップしました。ペーパードリップと比べるとオイリーですごい重たいような印象を受けました。ちょっと落ちる時間が遅いので朝の忙しい時にステンレスフィルター使うのはちょっとどうかなといった感じです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは最近コーヒーにハマった私の普段の感じを垂れ流していこうと思っています。チャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた。